1年ぶりのガチサバイバルにやってきました。サバイバル生活5日目、ようやく食中毒が治り拠点を作ることに。炎天下茅を買って念願の屋根を作ることができました。屋根があるかないかで体力の持ちが全然違います。そして食事をとり6日目解禁の素潜りに備えることに。果たして何が取れるのか。おはようございます。ようやく6日目の朝になりました。まだ折り返し地点に立ったばかりというところなんですけども、まあ、今回結構うまくいってますね。水も火も食材もあって、拠点もねめちゃめちゃいいです。昨日夜雨が降ってたんですけど、全く水も入ってこなかったですし、最高ですね。まあ、これねこんな感じで入り口壁作った方がいいんじゃないのかと皆さん思ってるかもしれないんですけども、これはね作った方がいい、作った方がいいんですけど、壁作っちゃうと撮影できないんだ。多分ねいろんなテレビとか YouTuber の人がサバイバルでね拠点作りで壁を作ってないと思うんですけど、そういうことです。こっち側の事情ですね。今日はようやく素潜りが解禁されるんで、何か油の乗った魚を取るだけです。はい、もう特にやることはないです。ただちょっとね風呂に入らなすぎて分かんないかな、手がめっちゃかぶれてたりとか、もうほんとベタベタしてすごい体が気持ち悪いんで、日が昇って暖かくなったら今日は汗を落としに行こうと思います。そして優雅にお茶でも飲んで日が暮れるのを待ちましょうか。いやーにしてもエネルギーが足りなさすぎて全く動きが起きない。1時間ぐらい無駄にここに座ってますね。手長エビ30匹ぐらいいればな。あーお腹すいた、お腹すいたし疲れたな。よし、まあそろそろ動きますか。じゃあ今日の夕飯が超豪華であることを期待して調理の準備を進めていこうと思います。ある程度準備したら朝のお茶でも飲みましょう。はい、じゃあまずですね、初日に捕獲したこのペットボトル、このペットボトルに精製した塩をね入れていこうと思います。今鍋の中に塩が入ってるんですけど、このままだと鍋が使えないんでね、鍋を開放してあげましょう。ペットボトルをねまず半分に切ってあげましょう。このままだと入れづらいんで、ちょっと汚いな、まあいっか、どうせ全部汚いんだから俺の手とかも。じゃあこの塩をね入れていきましょうか。湿ってんだよな。あ、でも案外できてるね。なんか湿度が高すぎて水分を含んでますね。昨日完璧に乾燥させたのに。この大量の塩ペットボトルに入れていきます。ほらこんなにできてる、すごいよ。もったいないんで舐めときましょう。ちょぺー。はい、ということで塩が取れました。まあ、こんな感じで蓋しときましょう。一応このサバイバル期間中唯一の調味料になるでしょう。じゃあこの鍋をね洗いに行きましょう。で今日は保存食を作ることが目標です。食材を保存する時の基本がありまして、まず一つ目、温度を下げる。まあまあこれはね冷蔵庫内で無理です。次、水分活性を下げる。これ何かと言いますと、まあなんかイメージとしてはジャムとか塩漬けとかですよね。あれってなんで腐らないかっていうと、砂糖の濃度が濃すぎたりとか塩の濃度が濃すぎたりするんで、あんだけ濃いとほとんどの細菌が繁殖できなくなるんですね。3つ目、 pH を下げるというものがあります。まあこれはですね、酸性にするというものですね。酢漬けとかはまあ代表的なものなんじゃないでしょうか。まあこれも無理です、酸性のものがないんで。まあこの3つがあるんですけども、まあ、今回俺が使用できるのは塩だけです。塩だけなんで一夜干しを作りたいんですね。一夜干しを作るために濃い塩水が必要なんですね。なんでもう事前に海水を煮詰めて濃い塩水を作っておこうと、そういう寸法であります。でそれと同時にティータイムをしていきましょう。お茶を作っていきましょうか。よっしゃ行くぞ。5日間ほとんど何も食べてないので海水を汲みに行くだけでも一苦労です。待って、みんなめちゃくちゃ牡蠣がいることに気づいてしまったんだけど、これは食べるしかねえな。ほらこれちっちゃいけど牡蠣だよ。もう岩で無理くり割って食べよう。岩岩、うわあった、これでいいや。よし、身入ってんのかなこんなんに。あ、入ってる入ってる、ちょっとだけだけど。うわちっちゃ、だいぶ痩せてるな。牡蠣とは思えないぐらいちっちゃい。まあいい、今日初めての食事です。うわ石だらけだ、ちゃんと牡蠣の味。今度は綺麗に割ろう。うわほとんど見えないな、やっぱ痩せこけてるわ。ジャリジャリしてる、うん美味しいわ。うわうまくなったぞ。正直なんか分かんないけど普通の牡蠣じゃないんだろうね、生臭い。うまいわ。
はい、じゃあですね、鍋が綺麗になったところで海水を汲んで持っていきましょう。海水と真水、さすがに1回じゃ持っていけないからね。よし、行きましょう。昼間手長エビいないんだよな。 OK。 よし、じゃあ真水と海水汲んできました。そしたらお茶っ葉を取っていきましょう。基地周辺に生えてるんですよ。これですね、アメリカセンダングサっていう草です。これがお茶っ葉になります。少量だとあんまり味がないんで、たくさん取っておきましょう。虫食いとか気にしないです。虫が食ってるってことは虫でも食えるっていうことですから、逆に言えば安全です。 OK。 そしたらお茶っ葉をちょっとくしゃくしゃして入れましょう。んで火にかけていきましょう。じゃああとは待つだけ。アメリカセンダングサ茶ができた頃じゃないでしょうか。オープン。おー、いいね、しっかり色も出てる。いい感じだ。熱くてモテね。ちょっと冷ましてから飲みましょう。ペットボトルが変形しちゃうんでね。じゃあアメリカセンダングサ茶を冷ましてる間に海水を火にかけておきましょう。まあこれがだいたい半分ぐらいになったらいいんじゃないかな。海水の濃度が3から4%ぐらいだったと思うんで、半分ぐらいになればまあ6から8%ぐらい、まあまあな濃度になります。さて、じゃあ今回お世話になってるもうぐちゃぐちゃなペットボトルで飲んでいきますか。また曲がるんじゃないかな。はい、完全緑茶だ。できました。飲んでみましょう。朝ごはんです。ああ、染み渡るね。あちぃ、もう本当に緑茶を10倍ぐらいに薄めた感じの味がします。でも美味しいです。今日は贅沢ですよ。この辺の残った茅は邪魔なんで、ついでに燃やしちゃいましょう。見栄えも悪いしね。この中にぶち込んでいきます。まあ、1日も乾かせば割と燃えますよね。めちゃくちゃ灰がたかってくる。うわ、昨日まではこんなことなかったんだけど、死にかけてんのかな俺。まあ、多分ね、6日間もね、風呂に入ってないんで臭くなってきてるんだと思う。めっちゃ生えたがってきてるわ。もうここにもたがる。鬱陶しいな。めちゃくちゃ虫にモテるわ。10匹ぐらいに取り囲まれてる。体中ベッタベタやし。水浴びしに行きましょう。皆さん、一つ分かったことがありますよ。5日に1回は風呂に入んなきゃダメです。これ大事なことが分かりました。5日に1回は風呂入りましょう。よし、じゃあ海にまでやってきました。海は綺麗やな。最高やな。よし、水浴び行ってきましょう。めちゃめちゃ日焼けしてるんだけど、やばくない？うわ、冷たい。久々に汗を流すことができ、めちゃくちゃ気持ちよかったです。いやー、気持ちよかったわ。まあ、海水はね、場所によるんですけど、意外とねベタつかないんですよ。まあ、逆に乾くと皮膚の表面に水皮膜を作るんで、アトピーとかにね効いたりするとも言われてます。まあ、実際タラソセラピーとか言ってね、やってる人もいるぐらいですからね。サバイバル中に美肌になっちゃいます。はい、それではですね、戻ってきました。例えばまだ割り箸を作ってなかったんで、割り箸を作っていこうと思います。よく割り箸をね作り忘れるんですよ。今回は作り忘れなくて偉い。まあ、長さと言ったらこんなもんですかね。まっすぐ割れない。ああ、まあでもいいか。悪くない。座る場所はないんだよな。ここは座れるか。座れたぞ。じゃあしっかりね成形していきましょう。もう割り箸作りも慣れてきましたよ。何度も作りましたから。結構いい感じじゃん。ほぼ完璧。削る前と削る後でこんなに違うもん。2本目。同じだけなのに全然物が違うな。まあいいでしょう。ほぼ普通の箸と同じ竹じゃない？竹っていうとなんかすごい分かりづらいけど、長さね。で、潜り行く前に最後やっておきたいところがあります。この調理スペースね。ここね、初日か2日目に砂を敷いたんですよ。あまりにも座り心地が悪いんで敷いたんですけど、この岩の隙間に全部吸い込まれちゃって、世界一座り心地が悪いです。なんでもう一回砂を取りに行きましょう。よし、行くぜー。よっしゃー、入れていこう。よいしょっと。よいしょー。めちゃくちゃいいわ。これだよ、これ。いい感じです。じゃあ日が暮れるのを待っていきましょう。
今日はもう腹いっぱい魚食べましょう。久しく味わっていない腹がいっぱいになるという感覚、これを味わえるぐらい魚を取っていきましょう。狙うはあのニザダイ系の魚が今脂乗っててうまいんで、もうニザダイ系の魚ですね。まあちょっとね、自作した森でいけるか心配なんですけど、最高級魚コクハアラ、スジアラ、この辺が取れたら最高ですね。あとアジアコショウダイとかもいいね。ちょっとあの森で取れるのかが心配ではあるけども、楽しみや、とにかく楽しみや。はい、それではようやく夜になりました。今日はもう自作したこの森でですね、魚を取ってきます。マジで取ろう、今回本気だから。これで取ります、このただの竹の棒でね。これでも取れるというところを皆さんに見せつけていこうと思います。取れなくてあまりにもひもじい思いしたら、明日の朝は海に行く。そんなことはないと思うけど、絶対取る。よし行くぞ。よし、じゃあ行きますか。寒い。よし行ってこよう。さて、5日間封印した素潜りがついに解禁です。こちらは南ハコフグ。こんな感じで夜の魚は眠ってるんで狙い目なんですね。ちなみにほとんどの魚は目を開けたまま寝てます。ゲット。こいつはコバウミウシ。貴重なタンパク源ですが、基本的にウミウシは毒を持ってると言われてます。サバイバル下では食べない方がいいでしょう。とここで何やら見つけたみたいですね。潜航開始。ヒットならずと、今度は森を持ち替えて再挑戦することにしました。今回も刺さりきりません。森の先が丸すぎて滑って刺さらないんですね。そして意外とすばしっこい。逃げられてしまいました。今度は森を諦めて素手で挑戦します。意外とすばしっこい。おじさんは諦めて今度は別の魚に狙いを定めることにしました。ヒット。逃げられないようすかさず素手で抑えます。やりました。ようやく初の魚ゲットです。こちらの魚はシマハギ。南方では味のいい魚として知られています。さてお次はもう少し大きい魚がいました。こいつも狙っていきましょう。ヒットならずと、今度は何やら大きい魚を見つけたみたいです。潜航開始。いました。狙いを定めてヒット。この時マサルは大変なことを忘れていました。この魚の尻尾には凶悪な刃物がついているのです。それは巨大で鋭利でウェットスーツなどたやすく貫通します。そのことを忘れマサルは尻尾を掴んでしまいました。このサイズの魚のパワーは半端ではありません。尻尾を掴んだ小指の皮膚はやすやすと切り裂かれ、やがてそれが骨まで到達する感覚がありました。あまりにもの痛さで手を離してしまいました。とここでもう一度キャッチ。さらに切り傷が増えますが、今度は離すわけにはいきません。頭を押さえてなんとか浮上しました。すかさず動脈を切り致命傷を与えました。なんとか捕獲成功です。いってー、めっちゃ手切られた。うわ、やばいな。あー、結構切られたな。続行困難かも。ただこいつでかいぞ。ちなみにこの戦闘で指先の神経が切られ、小指は二度と満足に動かせなくなりました。なんとか今日の食材は取れました。血がやばい、めっちゃ垂れてる。俺の血だよこれ。戻ってきました。はい、それでは今回の漁獲です。いきます。
いやー刺さらんな思いのほか全然刺さりませんでした。もう俺自身初めて竹を使ってね魚を刺してみたんですけど、まあほんと素手で取ってましたね。では9割素手で取ってましたね。いやーやらかしたなー。本当はね夜光貝とかもっといろいろ取っていく予定だったんですけど、テングハギのトゲにやられたわ。もう左手の小指はもう結構ざっくり切っちゃって、でも血が固まっちゃっても全然小指動かしづらい状況になってて、やらかしたな。テンガギの尻尾のトゲが危ないってのは知ってたんですけど、完全にやられましたね。完全に油断してました。まあ、あれめちゃめちゃ鋭くて手とかねすっぱり消えるようなトゲなんですけど、もう取るのに必死で尻尾を思いっきり掴んじゃったんですよ。尻尾を思いっきり掴んで、うわー手がザクザク切れてんなとか思いながら、でももう取るしかないよなと思って、もうギュッと掴んで思いっきり取ったみたいな感じでしたね。まあただ心配なのは魚のトゲとか魚のヒレとかってすごい雑菌が多いんで、これが可能しないかっていうのがすごい心配ですね。ここにはもう消毒もないし衛生面もクソもないんで、これが産んでしまうとちょっと10日間きついかなって思いますね。ということで、なんか手を切って気疲れしちゃったんですけども、ようやくまともな食事です。テングハギ4分の1を使用して炭火焼き、4分の3は一夜干しにして、シマハギこちらはもう丸々1匹塩焼きにしていきましょう。でこれちょっと、ね、小指の出血があまりにも止まらなくて止血に 2,3 時間かかっちゃったんで12時です。結構しんどいですけどもやっていきましょうか。もう親指とか人差し指とか切れなくて、まあよかったな。親指とか人差し指とか切れたらちょっとさすがに活動に支障が出てたんで、そこはよかった。じゃあ早速調理していきましょうか。シマハギは鱗がちっちゃいんで、この鱗を取っていきます。手が痛え。まあ弱音は言ってられません。鱗も焼けば食えるんじゃないかな。鱗焼けば食えるわ。じゃあ頭を落としていきましょう。頭を落としました。まだこれ内臓がついてて臭いんで、これ洗ってようやく食べれます。じゃあ次テングハギです。こいつのせいでもう本当にだいぶ手やられましたからね。まあ、テングハギはですね、これこのね長い角があって、これがテングみたいだからテングハギっていう名前になってます。で皮がですね、ほんとサメ肌みたいになってて硬いんですね。切れるかな、サバイバルナイフで。まあ切れますね。じゃあ反対側も行きましょう。硬え。よいしょ。あーでも油とか全く乗ってないんだな。ニザダイは乗ってたのにな、去年。そしたらこちらをですね、海水できれいに洗い流しに行きましょう。テングハギとか草食系の魚は夏場臭くて冬場はあんまり臭くないのが定石なんですけど、テングハギしっかり臭いな。まあ、でも内臓が臭くても身は臭くないってことはよくありますから。よし、いいでしょう。やっとや。本日の料理に移るとしましょう。よし、シンプルに塩焼きです。作っておいた塩をかけていきます。よし、じゃあテンガーギをサンマおろしにしていきましょう。さばき終わる前に力尽きそう。ちなみにテンガーギ沖縄では結構売られてるんですけど、僕がいる島ではねほとんど売れないんで、あんまり取ったことないんですよね。1回しか食べたこともない。2回か2回食べたことあるね。じゃあさばいていきましょう。まずはこのクソこいつ、このせいで俺は今手が痛いんだぞこの野郎。尻尾を取っていきます。皮が硬いんですよ。なんかサバイバルナイフでさばいてやろうと思ってやったんですけど、やっぱ包丁ってさばきやすいんだな。皮が硬いんで裏側からナイフを入れていきます。サバイバルナイフ切れんな。反対側も同様で、そしたらこの切り込みからサンマおろししていきます。あ、臭くないわ。で、この骨がついてる方はこのまま一夜干しで、今日食べるのはこっち背中側の部分。皮が硬いぜ。
よし、オッケー。シマハギも塩をかけていきます。なんか塩が水気を含んじゃうんだよね。なんでなんだろう。この魚ね、意外と島ではポピュラーな魚で結構食べられてるんですよね。ちょっと癖があるんで揚げ物とかにされることが多いです。じゃあ作っておいたこちらの串、これで刺していきましょう。こんな感じですかね。オッケー。で、4分の3はこの海水を煮詰めた一夜干し液に15分ほど漬けていきます。あとはじゃあ焼いていきましょう。いやー、6日ぶりのまともな食事ですよ。時刻は今2時半です。疲れた。なんだかんだサバイバル下できついのが冷蔵庫とかクーラーがないんですよ。だから魚取ったらさばかなきゃいけないんですよ、その日そのまま。それがまあ結構大変だったりしますね。今日こんだけ手切ったりしたら普通、まあ明日でいっかとなるんですけど、それができないんだよね。いやー、でもシマハギあんまり食べたことないんですけど、島ではめちゃくちゃポピュラーな食材なんでね、楽しみです。めっちゃ美味しいんじゃない、もしかしたら。なんかすいた。なんかもうがっつりしたもん食いたい。人間食べないとダメよ。食べてなんぼですから。早く焼けてくれんかな。何も食べてない状況で食べたくなるのはやっぱりね、高級な食材なんかじゃない。アホみたいにカロリーが高いものが食べたくなる。くー、完成しました。さっきまで何も元気がなかったんですけど、来たぞー、来たぞー。うわー、正直魚としては15点ぐらい。美味しくはないっていうのは分かる。美味しくはない、まあ、そこは置いといて、めちゃめちゃ染みるわこれ。やっぱエネルギー重要だな、タンパク質。じゃあ次、シマハギ焼けてるのかな。ここに背びれがあるんで背びれを取っちゃいます。背びれを取ってしまえばこれかぶりつけるんですよ。うわ、これうまい。もうやばいやばいやばい。身はねもうふわふわで、でも臭みとかもなくて、めちゃめちゃもうプリプリふわふわって感じで、皮がねちょっとねコリコリしてるんですよ。それもねまたいい。びっくりした、めちゃめちゃうまい。やばいぞこれ、うまっ。やばいなこれ、なんだこれ。めっちゃ人気あるんですけど、高い魚じゃないですよ、ないんです。1匹、まあ、2,30 円とかでしか売れないんですけど、うまー。え、この魚ってこんなうまかったの、知らなかった。めっちゃうまいわ、圧倒的。皮がうめえ。あ、やっぱ天狗焼き美味しくない。こいつ人の手をぐちゃぐちゃにしてきて、あんま別に美味しくもないという。でも多分もうちょっと冬になって脂が乗ってきたら美味しいんだと思う。いやー、ごちそうさまでした。はあ、やっぱしっかり食べれるといいですね。まださすがにお腹いっぱいにはなってないんですけども、今時刻3時になっております。3時なんで、あの胃もたれしそうなんで、一旦このぐらいで置いとこうかなと思います。いやー、でも腹ごしらえするとやっぱ眠くなってきますね。ただまあ最後ね、一夜干しこちらだけしてね寝ましょう。まあ、この一夜干しをすることによって明日漁に行かなくても一日食材には困らない、そういう寸法でございます。よし、最後やっていきましょう。多少は塩効いたのかな。今回ね、置く場所が全然ないんだよね。石の上でいいや。で、これも名前が出てきません。字幕で出てきてると思います。なんとか結びです。やばい、ほんと頭働いてないな。この結び方が出てこないってよっぽどだよ。巻き結びだ。これで OK です。じゃあ服をかけてるところにかけていきます。おそらくですが、一番ここがアリが来づらいですね。いい感じです。一夜って言ってもあと3時間ぐらいしか夜がないですけど、大丈夫でしょうか。はい、それではそろそろ就寝しようかなと思います。まあ明日はですね、ちょっとだいぶ手も怪我しちゃったということで、なるべく回復に向かうようにゆっくりしようかなと思っております。まあ明日7日目に、まあ、傷を回復させて、あさって8日目にですね、昼の素潜りに行ってみようかなと思います。まあ今冬なんでね、水温が下がってきたんで魚の警戒心も上がってるとは思うんですけど、何か取れたらいいですね。ということで今日は寝ます。それでは。